12.2 火の国に格闘伝説三度降臨、熊本から全国へレジェンド。それでは選手入場。まずは熊本初の女子高生プロキックボクサーとして一大旋風を巻き起こし、現在は現役の大学生美少女ファイター谷風梨央。続きまして、西日本初の女子ムエタイ世界チャンピオン、一撃で相手をリングに沈めるハードパンチャー神風ゆきみ。心も体もあちこ。最後は47歳の今も現役を続ける対アメリカ兵2アクセン無敗の男、熊本神風塾主催火の国格闘伝説レジェンドの仕掛け人ミスター神風。20世紀最強のキックボクサー熊本に降臨。昨年格闘技界の生きる伝説ピーター・アーツと対アメリカ兵200戦無敗の男ミスター神風が対戦し話題を呼んだ格闘技イベントレジェンド2。感動を呼んだ伝説の戦いから1年、火の国格闘伝説レジェンドが今年も開催決定。今日はレジェンド3に出場する神風幸美選手、神風梨央選手、そして主催の川間塾長にスタジオにお越しいただいた。今回の見どころっていうのはどういったところ？今回はですね、2メーターのこのヨーロッパチャンピオン、黒人の方なんですけど。2メーター。はい、2メーターありますね。野生の黒ヒョウと言われてますからね。はい、野生の黒ヒョウ。言われたら分からんやろ。それからあのグレイシー柔術からですね、ました無敗のチャンピオンが来られます。で、無敗ですね。で、雪見の相手もですね、はい、オランダの今急成長している女子の、はい、強い選手が外国人と今度戦うんですか。筋肉もりもりなんです。うわうわ、すごいね。それでは2人を改めて紹介しよう。神風雪見、西日本の女子選手としては初となるムエタイ世界チャンピオン。今回のレジェンド3では2個目のチャンピオンベルト、レジェンドクイーンをかけ、オランダのロクサーナ・ガールと対戦する。熊本の人たちに元気を与える大会にしたいので、私が活躍することがレジェンドの一番大きな意味を果たすと思います。私の試合は男性にも負けないぐらい面白い試合をする自信があるので、そこを見てほしいと思います。神風梨央、高校生プロキックボクサーとして話題を振りまいた彼女も、現在は大学1年生。2年ぶりとなるレジェンドのリングは、前回引き分けに終わった七瀬との再戦。因縁の対決に決着をつける。キックがあれからこそ自分、今の自分がいるんで、やっぱり今頑張ってるから、何か結果をと残したいと思ってます。それでは2人のプロのパワーを見せてもらおう。さあ準備が整いました。はい、いやいや、誰が受けるの？だってそんなキックなんて。お前もうハビトでしょ。結構ガッチリハビトで。親指のは持ち方も聞きましたよ。はい、バッチリ指導もしていただいて。はい、まあ、俺こういうキャラじゃないって。俺は受け入れるな。この人しかサウンドバックみたいだから。サウンドバックすっごい音鳴るわけ。俺ねえ、音鳴らすわけ。サウンドじゃなくてサウンドバック、イエーイって歌いながらだろ。さあ、それでは塾長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは神風梨央選手披露。はい、軽くよ、梨央ちゃん。1、2、3で蹴ります。はい、いきますよ。もういい、いいっすね、いいっすね。頭骨折れるわ、俺。頭骨が折れる。ゆ
キミさんにも。ちょっと、そうですね。ちょっとウエイトがアップ。ちょっとお願いいたします。ちょっとゆきみちゃんは無理だ。雰囲気で決めるね。いけるいける。続いて神風ゆきみ選手披露。ちょっと最初から、はい、まあ、形を、うん。もう軽く最初から確認で今間違わせた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 って、これ折れるわ心、はい、心も手も折れるわ。調子になるので精一杯俺。でも今のでも手加減ですよ。そうですよ、ね、まだね、言うたら半分ぐらいですよね、力はね。そうです、まだまだ。あ、じゃあ次松永さん、塾長のお願いします。もう長生きしたい俺も、もうちょっと違う、まだ夢あるわ、まあ、ちょっと俺も。いや塾長ちょっとパーンと蹴るぐらい大丈夫ですか、まあ、軽くだけど、軽くちょっと塾長にちょっと一回、はい、この後松永がプロのパワーを体現、そしてミスター神風に戦いを挑む。今夜の持ち込みは12月2日にレジェンド3を開催するキックボクシングジム神風塾から川間塾長、神風幸美選手、神風リオ選手にスタジオにお越しいただいた。松永がそのギョロい体でプロのパワーを体現する。よろしいですか、こ顔面に来ないんですね。来ないように蹴ってくださいよ。いきますよ、はい、はい。神風来いや。よしよし、よっしゃ。はい、よし。あ。もう一回。締めて、ハイハイ君。こう、わけ締めて、ハの字だから。いや、これはですね、ちょっと危ないんで、じゃあ僕のですね。はい、ローキックをお二方に思いっきり遠慮なく蹴ってもらいます。僕が蹴られる。いやいや、蹴ってくださいと。いやいや、じゃあ松永さんお願いします。いや、蹴られる方ですから。いや、思いっきりいいんですか。でも怪我しますよ。違う違う、松永さん怪我するとこっちなのよ。蹴る方、俺だって蹴る方だから。蹴った方が痛いんだから。バカなこと言うで。あ、そんなことないかな。俺も格上中でまあまあやりやったわ。それはそう、格上中でね。そう力抜いときます。どこ、ここでいいですか、はい、力抜いとき、はい、抜いときます。なんか悪いな。取っとってよ、ダウンシーン取っとってよ、ダウンシーン。いい、せっしょい。一瞬にした足気づくけど大丈夫。じっとして俺んじゃないね。でどんな感じでした。歯がね、歯が本当そうよ。二人のやられっぷりを見てプロの凄さが分かっただろうか。レジェンド3ではその凄さを間近で見ることができる。火の国格闘伝説レジェンド3、12月2日日曜、益城町総合体育館でゴングだ。12月2日、益城町総合体育館。12月2日、あなたの伝説に組み込みませんか。短いフレーズ言おうと思ったら、ちょっと組み込みませんかが、ちょっと言いづらかった。Fly me to the moon and let me play among the stars.Let me see who's playing. It's like, won't you? 神様お願い。これはね、俺宝くじですよ。お金ですか。その他に何かあるんですか、考えたいことが。もうほとんど叶ってきましたから。そうですね、はい。
ゆたろさんは何かありますか。私はそうですね、早く子供がねできればいいですね、うちにね。やっぱ特に東野莉子さんのああやって見せられましたね。まあでも全然それ大丈夫です。でも石田純一さん見ました、あの献身的な、ね、本当にね素晴らしい、でもあの年になったけんよね、石田さんもトレンディーの時はね、大変やってくれらしたけん知らんけど57キロ級のチャンピオンと63キロの田中さんおやじがやりますよ。このふくらみ思いっきり蹴っていいですよ。ほいいですよ、はい、いくよ、はい、思いっきり、はい、よし、いいじゃん。たけちゃん、たけちゃん気づいてる、早くも。いや、そうよ、あ、りょうちゃんも、りょうちゃん蹴ってみて、いくよ、はい、よし。ほら男勝てんわな、勝てん、こんな蹴られてもない、こんな蹴られて平気なら勝てんわそら。俺たちが飲み会で威張って喋れるの何だったんだよ。改めないとね、やっぱ女はさ、なんでね、言うたら何なのあれ。レジェンド3、12月2日日曜、益城町総合体育館でゴング。